北原宮美町、北原宮美町大正2年7月24日は、初代長崎市長、郷は聖火、歌仏庵、藍津藩がろ神保倉之助の次男として生まれる。通称、藩助。兄に、神保修理がいる。母方の実家の北原光つ吉の養子となる。京都守護職となった、藩主、松平片森と共に京に上り。 藩主近くで、機密事項を担当しながら、禁門の変にも参加した。慶応四年、会津戦争では、ボナリ峠の戦いで、大鳥圭介や田中玄之進らの隊の参謀役を務めた後、藩主の下で牢城戦を指揮し降伏するまで戦った。近親地の東京で、戦争責任者となった、過労かやのゴンベイの切腹に立ち会い、意外を、 芝八金の光然寺に埋葬する。1873年に許され、新設された公部省に入省、秋田県県大族、後に長崎県少女機関、津島島島市として長崎に赴任。同じく、会津藩出身の草加義雄長崎県令に見出され、1889年の市町村政志向選挙において、水道建設反対派の擁立した候補として、 立候補した。賛成派の金井俊之を破り当選し、6月8日に初代長崎市長に任命される。任命後は、賛成派の金井役坂家が進めてきた水道事業を引き継ぎ、反対ではなく2分した長崎市の融和に努め、1891年には上水道工事を完成させた。1895年6月7日に退任し、 1898年8月、東京市下役長になる。引退後は、静岡県浜松で和歌に親しみ、71歳で、病没。時世の歌は、人の世を離れて住める月影に誘われていく、西の山の葉。母書は、静岡県浜松市の高松三世来院。藩主の松平片森が、京都市五色の時、朝廷が合図藩を、 いかに信頼していたかの証の直所の存在を明らかにした著書7年誌を執筆した。しかし、この件で不経済となり拘留された。ありがとうございます。